York and Moto and Soo-jung stayed at home. They cook together every day and Moto does his best to keep Soo-jung happy and make sure she doesn't get lonely. Soo-jung sometimes cries silently because she misses me so much, but she's doing a great job too. This is a big challenge for a little 4 years old. Well, the day finally came for mom to come home and let's see how Soo-jung reacts after a week away. よいしょ。英語のやつやっといたんで、こんなに綺麗になった。お疲れ。お疲れ。すーちゃん、なんでいきなり本片付け出したの？一回だけ片付けたらすぐ楽しくなっちゃう。ほんと？オッケー、いいぞ。綺麗にしようと思ったら瞬間に楽しくなるよ。やったー。今日は茶漬け朝食べて、夜唐揚げとご飯食べたよね。で、明日エリカちゃんの誕生日です。エリカちゃんの誕生日その前。そかそかそか。しかもママが帰ってくる。ママ会いたい。やっぱ頑張ったよな。だって明日で5日目だもん。ママ早くママに会いたい。ママに会うときどうなっちゃうかな。うわぁ。You're very close here.すごいかわいいホテル。503。入りましょう。わお。わお。ちょっとすごい。すごいですね。わー素敵。 Hi, I'm here in New York. すごいね。ちょっとめちゃくちゃ素敵なホテル。わーすごーい。前が見える。すごいんだけど。すっごい素敵なホテル。一人で泊まるのもったいないじゃん。スクエアの1ブロックか2ブロック先ぐらいでした。ニューヨーク来たって感じ。めっちゃ嬉しい。シアトルからお手洗いを我慢してるんだ。だからちょっとおトイレ行ってくるわ。普通のトイレの床が全部開いてるのよ。足が見えてるのよ、外からトイレに入っている人の。それが怖くてトイレに行けなかった。朝から我慢してたのをやります。じゃあ後でね。アリアナが向かってくれているので、来るまでロビーでちょっと待っていると思います。帰ってきたよ。今アリアナがね、素敵なタイフードレストランに連れてってくれたよ。 So Ariana, how many countries? I've been to 51. I think 51? Yes. Wow. For work or? For fun. Wow. Most of them are for fun. すごいね。Most of solo trip? Half solo trip, half with friends. What country would you like to travel to next? Or what's on your wish list? I don't know. Ooh. Actually, I'm like homebody. Moto likes to travel. Yeah, likes travel. And he was a backpacker. Really? Yeah. Oh, wow. He came here. And he came to Canada when he was young and bought a car and drive. Road trip. Yeah. Oh, yay. So excited. I remember when it was a small sample. Yeah. And now it's a big bottle. Final product. Ingredients is a little different. Than last time? The last time. Oh, it has the nutritional facts and everything. It's so legit. Yes. Oh, I love Finally. It. Finally. Please be careful. I will. Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow. あと4時半か。シアトルにいた時は声を1回聞いてから寝れたけど、ニューヨークはまだ4時半だから保育園行ってるな。スーちゃんの声と大本さんの声が聞きたいな。選びよかったか。スーちゃん保育園お帰り。楽しかった？便利。アラームだけかけてね。
ークに来た一番の理由でもあるんですけど、キモノマムのうまみソースとヨーコストリートさんのジャパニーズミールセットコラボしようっていうことになって、この辺かな、こういう感じで、ご飯も日本産米で五穀米とか。ありがとうございます。アメリカ人ってやっぱ家でお魚、魚はあんま焼けないんで、魚が欲しいっていう声が多いですね。じゃあもう焼いて届くんですか？そうです。いっぱい注文入るといいですね。そうです。みんなこれがお家で食べれるようになるよ。食べれますよ。注文してくださいね。うまみシーズンマッシュルームパイ、こういう感じで。できました。めっちゃボリューミーです。イエーイ。美味しそうに食べてて嬉しいです。美味しそうに食べてて。これがね、みんなのお家に。そうですね。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、アリアナ。Let's go。ニューヨークの名所らしいところをね、いろいろ連れて回ってくれます。蜂蜜バター旨味ソース、これ新しいのできちゃった。蜂蜜とバターと旨味のバランスを上手にかけたらすっごく美味しい。メープルシロップでもいいよね。ママ、はい、おはよう。おはー、眠ってた？うん、眠ってた。もうちょっと眠る？うん、もうちょっとだけ寝たいな。せーちゃん、あと1時間後に起こしたけどご飯食べ終わった。この中でいらないものといるものに分けてください。いらない大きいのこっちね。いる大きいのこっち。じゃあこれとこれだけ本棚に片してきて。でん。こんなに伸びた？今日節分っていうのね。日本では鬼は外、福は内。で、鬼を外に、福は中に来てくださいって言ってお豆を外に投げたり、そのお豆は自分の年の数だけ食べれるのね。すーちゃんは10個食べたから10歳になっちゃうんじゃないかって言って、朝から背を測りたい測りたいって。今背を測りました。鬼は外、福は内。今年は2人で鬼は外。15まであるかな、パパの分。15じゃないです、パパは50です。やめてくれ。あ、ママに電話しなきゃ。鬼で電話しようか。もしもし。あ、鬼は。あ、YouTube 忘れてた。ママ、顔ちょっと見せて。あ、土曜日の10時今。あ、やば。ちょっと、すーちゃんに一瞬だけ見せてあげて。10秒だけ見せてあげて。絶対今。私、急いでるから。オッケーオッケー、わかった。じゃあ、後でね。すーちゃん、後で。はい、はいはい。すーちゃん、これから何を作るんですか？エリカちゃんとケーキ作ります。うんちコロコロ。やめて。はい、オッケー、ぴったり。オッケー、オッケー。卵を割って、この中に入れてくれる？わかった、いくよ。いいよ。この中にある種を取ります。この中に入れます。少し、はい、OK。 お、いい感じ。 OK。 新しくやんなくていいよ。じゃあ2個やって。やだ、2個、10個がいい。ということは10回鬼が来ますよ。出た、10回鬼ね。いいよ、オッケー。鬼は外、うわ、落ち。うわ、すっごい来た。次、すーちゃんが鬼になるからやって、ここから。鬼は外。うわ、怖い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 。素鬼。
うわ、来た来た来た、怖い。そしたら帰ってきたらすぐバイバイ、すぐご飯食べてお風呂入れ。なんだよ、鬼ごっこしよう。待て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 、4個入れてください。すーちゃんこれ4個入れてください。はい、すごい早いね、バカですーちゃん2人で作ってる。 OK、 こうなりました。すーちゃんが好きなものばっかり、ソーセージと玉ねぎとミックスベジタブル。1回で入れちゃった、ちゃった、まあ、ちゃん一番好きなソース豆豆腐大好き。やったー、少しぐらいでいいかな。スーちゃんも混ぜた。できました。ハートと星周りに順番で書いて、もうかけとくなくなっちゃったからこれでいい。嬉しい、ありがとう。早く会いたいね。ね、一回も泣かなかった、すーちゃん。いっぱいちょっと泣いた。泣いたか。泣いたの？お疲れ様、もとさんもすーちゃんも。じゃあね。じゃあね、ラビュー。じゃあね。はい、あと24時間でお家に着いてます。本当に old enough to travel alone。 この一人旅が終わりを迎えようとしております。日本からの飛行機は ANA さんで、旅路はすごい安心感がありました。だから ANA さんにすごく感謝しています。みんなも日本来るとき、日本から帰るときは ANA さんを使ってね、もう間違いないから。このシアトルでのホテル滞在は The Lodge at St. Edward Park Hotel に泊まったんですが、これはスモールラグジュアリーホテルさんっていうホテルグループが手配してくださって、素晴らしい自然の中にあるホテルに宿泊させてくださいました。世界中にある小さくて客室が少ないけどすごくラクジュアリーなホテルの加盟グループです。私たちが今お世話になっているアメリカで実際に日本食を広めていらっしゃるプロフェッショナルな方々、サンジェイの方と工場の皆さんにもすごくよくしてくださって、もうすでに日本食を広めるっていうことを地元でされている方に出会えて、すごいインスパイアされました。で、ニューヨークに着いたらこのホテル、イロカイホテル、ここも SLH さん、スモールラグジュアリーホテルさんがご用意くださいました。ここ本当に素敵だよ、 Very Very ニューヨークって感じ。 SLH さんとイロカイホテルの皆さん、 Thank you so much、 ありがとうございます。ニューヨーク滞在中にアリアナがずっと一緒にいてくれて、アリアナがいなかったらニューヨークをこんなに歩けなかった。アリアナとは年も近いし、ガールズトリップみたいでした。こういう女子旅みたいなのって子供産んでから全然機会がなかったから、すごい楽しかった。私たちのスタッフのエリカちゃんもみんなも時差にもかかわらずいつでも連絡してきてくださいって言ってくれて、日本からサポートしてくださってありがとう。そして日本にいない間動画編集とかを進めてくれてるナオミちゃんもありがとう。そしてモトさん、1週間ワンオペお疲れ様。いざ私がこうやって1週間出張来てみると、今までのパパの苦労も分かりました。どんな美しい景色を見ても、美味しいものを食べても、元と一緒に来たかったなとか、スーちゃんに見せてあげたかったなとか、ずっと思ってました。今度一緒にまた来ようね。そしてスーちゃん、1週間ママがいない生活頑張ってくれてありがとう。すごくすごく元とスーちゃんに会いたいです。帰るよママ、ラビュー。Let's go home, Japan. Here's my hand and hand on the way. 小誕生日おめでとう。ありがとうございます。おー、いいじゃんいいじゃん。すーちゃん描いた。すーちゃん描いたの？上手だ、びっくりしちゃった。すーちゃん描いたんだよな。よかった。ケーキも渡せたし、赤ちゃんにも会えたし。じゃあエリカちゃんたちもみんな忙しいからさ、すーちゃんタッチしてバイバイして。オッケー、ありがとう。これだ、ニューヨーク。
あれじゃない？あそこからママが出てくるから、出てきたら多分パパよりスーちゃんの方が先に見つけられるから、見つけてくれる？帰ってきました。 Welcome to Tokyo。 あ、いたいたいた、かわいい、スーちゃん、あ、スーちゃん、スーちゃん、スーちゃん、ただいま。久しぶり。よく帰ってきたね。よく帰ってきましたね。ママ、すっごい出てきたよ。ありがとう。嬉しい。あ、大好き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 。でも待ちきれないけど。待ちきれなかった。ママに会えるの待ちきれなかったよ。かわいい。なんでこんなかわいいんだ私。ママ大好き。でも すごいな。しかもパパとママもぴったり入ってるって、すごいな。